まあ、とりあえずオアシスまで行けば。あ、これダッシュできるんだっけ？よいしょよいしょ。よし、なんとかたどり着きましたかね。おーっと、さっきのラクダかな。いいね。やっぱそれぞれ神獣も個性があっていいですね。よし、果たしてあのラクダにどうやって乗り込むのか。普通にダメージを。サバーク、ここはカラカラバザールだ。ゲルドの町までの休息地のようなもんだ。旅人ならここでゆっくりしていくがいい。と言ってもお前はボーイなので、ゲルドの町には入れんがな。まあどちらにしても今は神獣が暴れている。町の方へ行くのはやめておくんだな。ゲルドの町？ゲルドの町はここから南西の方角にあるこの辺りで一番大きな町だ。交易の場としても有名で、不夜城としても名高い、活気あふれる町だ。しかしゲルド族の掟により、ボーイ、つまり男は中に入れないのだ。神獣バーナボリスのことを知らんのか？かつてはゲルド族の守り神として、祀られたこともあると聞くが、しばらく前から急に現れ暴れ出してな。どうにかしようにも神獣は砂嵐と雷に守られていて手がつけられんのだ。しかし、いつゲルドの町やここに近づくかわからんのでな。私はこうやってずっと見張っているんだ。ありがとう。礼など不要だ。これが私の仕事だからな。砂漠は昼間は暑く、夜は寒い。すぐに体力を奪われるから。ここから外に出るなら準備を怠らんようにな。いや、もう現在ピンチだよ。あ、この街は大丈夫なんだ。HP 減らないんだな。おっと、なんかいる。ゴーゴートカゲ。お姉さん、焼き獣肉普通に、常温放置ですか？よいしょ。焼きバス。なんか別にいらないかな。で、このお姉さんは？ひんやりメロン。ヤシの実。ヤシの実取れるからね。別に買わなくても。で、次。サバーク。誰？あなたよく見たらボーイじゃない。そうですよ。華奢なボーイはママは許してくれなそうだな。あ、ごめんなさい。私はパウダ、ゲルドの町から来たの。それにしてもこんなしきたり、もううんざり。しきたり？ああ、あなたみたいなハイリア人には関係ない話だけど、ゲルドの民は私くらいの年になると周りがうるさくてね。知らない？ゲルドの民が適齢期になると町を出て婿を探す風習、いわゆるボーイハントね。私こう見えてもお料理、お習字、お裁縫、一通りの教養はあるつもりなんだけど、この辺のボーイは求めてないみたい。はあ、どこかに私に似つかわしいボーイはいないかしら。なるほどね、婿探しをしてるのね。ここは、宿屋的な？あ、違うな。道具屋ですね。ケルトのナイフが落ちてるけど、ちょっと弱いな。あ、通りか。やあ、こんにちは。その前に、はじめまして、かな。僕はリトの村からやってきたんだ。そう、リトの村。ここからかなり北。
タバンタ辺境の小さな村さ。そのリトの村から出稼ぎに来たのはいいんだけど、ここの昼間はすごい暑さでね、これ以上先へ進むことができなくてさ。中に入れずとも、ゲルドの町あたりまでは行ってみたいんだけどね。ひんやり効果のある虫と魔物の素材から作る暑さをしのげる薬があるって聞いたんだけど、どこにも売ってないんだ。作ろうかと思ったけど、ひんやり効果のある虫はこの辺じゃ、ゲルド高地の寒いところまで行かないといないし、この辺は魔物も多いしね。どうしたもんかと思ってここでずっと考えているんだ。暑さをしのぐ薬を持ってこいってことかな？そんな材料あったら作れるでしょう、きっと。これかな？ひんやり効果のある虫ね。と魔物の何かっつってたから、これアイスキースじゃダメ？アイスキースがそもそももう、ひんやり要素を持ってる気がするけど、これだ。ヤンマと、あと、モンスターの何かだよね。なんだろう。こういうこと？ああ、こういうことだ。お、もしかして。ありがとう。これで明るいうちに砂漠を渡れるよ。はい、これ、薬代。ちなみにゲルド語で、ありがとうはサークサークって言うんだ。サークサーク。よし。こいつはいつになっても何もしないタイプだね。で、あのゴロン族は？消えないゴロ。喋れない。そもそも喋れないか。めちゃ暑いでーす。なんか売ってるかな。あー、この人ひんやり山売ってた。ポカポカアゲハも売ってる。でもいらないかな。そしたら、多分ここに次進めるヒントをくれる人がいると思うんだけど、なんかいるね。あの砂嵐、一日に数時間だけ消える時があるらしいんだけどさ、全然消えないんだよな。あの砂嵐の奥に古代人が残したお宝が、どれどれ？あの向こうか。あるって言うからさ、砂嵐が止まったら探しに行こうと思ってずっと見てるんだけどさ、もしかしてガスネタなのかな？で、君、誰よ？なるほど。祠があるのか。あの砂嵐の中。これはまた後日。ここ上行けるね。誰かいるかな？あ、あそこに祠があるね。あれはあれかな？ゲルドの町なのかな？後で行こう。ちょっとね、戦闘とかもリハビリしないといけないから。え、誰もいないね。
あれ、服とかってここで売ってくれないのかな？あと、こんなか。あら、失礼しました。まあ、売ってるだけか。あ、この人も話聞けるな。真珠っていうのは外を徘徊しているあの大きなやつ、大きなやつのことなんだけど、あれのおかげで砂嵐はひどいし、近づいたら黒焦げにされる。黒焦げにされるって噂だし、怖くてゲルドの町に戻れないのよね。ここから南西の場所にある私たちゲルド族が住む町よ。この辺りでは一番大きな町で、市場もあるし、酒場もあるし、朝から晩まで賑わってるの。でも残念ね。ボーイは町に立ち入ってはいけない掟なの。あなたは入れないわね。まったく、砂漠に真珠が現れたせいですっかり客が減っちまってね。ちょっと足音がうるさいけど、休んでいくかい？あ、これは宿屋か。ここが宿屋。あと喋ってない人は、なんか関係ない人、達人のの結構強そうな斧だけど、今は必要ないかな。ここ、こんだけあるのに誰も本当にいないの。じゃあ、どうしようかな。ゲルドの街を目指してみようか。うん、誰もいないんだもんね。じゃあ、あそこへ向かって、旅立つ前に。じゃあ、ここ何かある。あ、お玉かな、これ。お玉。ひんやりヤンマが、リザルフォスの尻尾でさっきできたから、じゃあこれ飲んで5分以内にたどり着こう。よし。あ、どうしたどうした、急に寒くなったか。ああ、砂漠の夜は冷えるって言うから、そういうことか。誰かいるね。おお、見知らぬ青年。我が輩に何か用かな？覗き？違うぞ。断じて違うぞ。我が輩は商人だ。これでもキャラバンの隊長をしているのだ。はるばる旅をしてきたというのに、男は町に入れない決まりらしく。一歩も入れてもらえず困っていたのだ。それで仕方なくだな。覗き？調査と言え、調査と。まあ、何と言われようが、我が輩はやっと、ゲルドの町に潜入するための情報を掴んだのだ。情報？では話してあげよう。我が輩の武勇伝を。ここに来てからもう1週間近く、それ長くなるかな。こっそり入ろうとして、警備兵に追い出されたこと数知れず。いや、もう、できんでしょ、そうなったら。我が輩何度心が折れそうになったことか。しかしだ。その厳重な警備をかいくぐって、町に潜入した男がいるらしいのだ。何でもその男は、カラカラバザールと、ゲルドの町を行き来して、いるというので。ってことはさっきのオアシスと、ここを行き来してるのか。我が輩はその男をここで待っているのだ。ほう。なるほどね。このメインチャレンジで、ゲルドの街入るのね。男待ちか。
はあはあはあ。まあその前に。極知世。何の試練だろう。5つの撤回。ってことは、大体こういう時ってこれなんだよね。こうか。違う？こっちパターンかな？で？このパターンと？どうし、じゃあこっちパターンやってみようか。こうと、さあこの中身は鍵か雷電の剣、なんか良さそうだ。でもこの槍もね、凍らせることができ、これがいらないかな。あ、松明があるな。ガーディアンランスも今は、いらないかな。きっとこれ敵をしびれさせる剣だから、役に立つと思うんだよね。で、次が、ここを開けたいんでしょう？あ、じゃあ、ここかな？だよね、ここにつなげたいから、あー、なるほどね。最終的にはあれだ。まあ、とりあえずここでしょ。で、こうかな。で、あぶねえ。そうか、あの樽には気をつけなきゃいけないんだな。なんか程よいやつ、これでいいか。もう一個？もう一個？もう一個ある？こことここをつないで、で、これを取り出したいんだよね。あー、これも使えってやつか？
ほんでほんで。こうでしょ。あ、ここはもうこうとつながってるから、あとはここをつなぐ。これを、こうですね。あれ。よし。まあ、なんとなく16も持ってる。で、それさえ取っちゃえば、あともう全部頑張りゲージに全部振っちゃって、ハートは3あればいいかなぐらいな、まあ、縛りプレイ的な感じでやろうかなとは思ってるんですけど、で、この人が男を探してるんだって？なるほど。サバサーバー、なんだお前、ボーイじゃないか。ここはボーイ禁制ゲルドの町、ボーイ以外は中に入れん決まりだ。ボーイ？ボーイと言ったら男に決まってるだろう。ボーイとバーイの区別もつかないくせによくこの町に入ろうとしたものだな。バーイ？バーイと言ったら女に決まってるだろう。ボーイとバーイもこれもさっき一緒だな。オッケーオッケー。ってことはその、こん中に入れたという男を探さなきゃいけないんだな。で、この人が、カラカラ砂漠と、あ、まず、どうしよう。ボーイに話しかけられちゃった。落ち着け、ポドマ。まずは挨拶だよね。サバサーバ。はじめまして。私はポドマって言います。ゲルド族です。私たちの民族は年頃になったら運命のボーイを探す旅に出るのですが、一目会った時から決めてました。早いね。今、出てきたばっかりだよね。この距離だよね。よかったら私をあなたの運命の場合にし、ああ、そういうことか。合ってるよね。運命の場合にしてもらえませんか？運命を感じました。ダメね。簡単に運命とかいうボーイには気をつけなさいって、バーバーが言ってたもの。悪いけど、さっきのは忘れてくれる？じゃあね、サボーク。なるほど。女性を口説くのも大変だね、これね。でも、この人じゃないね。ちょっと、これどっか入れないか一周してみようかな。夜のうちに。